目印さ。おいしく食べてね、ポケモンヌードル。カルシウムだって入ってる。みんなに届け、ポケモンヌードル。再びフィギュアプレゼント。久しぶりの友達が会おうよって誘ってくれた。二人でいると気を張らない自分がいることに気づいた。夏とカップスター。ポケモンクレーンゲームチャレンジ。今回登場するポケモンはこちら。気合十分、クレーンゲームチャレンジスタート。キャッチ、いいぞ、その調子。あ、危ない。慎重に慎重に。やった、ゲットだぜ。ゲームセンターで君のチャレンジ待ってるよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。私もみんなからのお手紙見てたんだけどさ、こんな手紙もあったんだよ。弥生ちゃん7歳から、ピカチュウの10万ボルトはどのぐらい強いか調べてください。やめましょうよ、やめましょう。でも10万ボルト絡みだとこっちも来てるよ。9歳のピリカちゃんからなんだけど、地球投げと10万ボルトはどっちが強い？調べる君が体感してどっちが選んでほしい？やめてくれよ。おい、そうだね、結構電気タイプの技について調べてほしいっていうお便りが多いんですね。そうなんです、そうなんです、ミンカちゃん、そうなんです。電気技人気多いんです、はい、よしときくん8歳からの質問です、うん、電磁浮遊について調べてほしいです。どうやって浮いているのか、実際にできるのか、とても気になっています。電磁浮遊ね、技あるね。はい、というわけで電磁浮遊の秘密を調べる。電気の力でふわふわと宙に浮く電磁浮遊、これも科学の力で再現できるらしい。こんなものを用意しました。じゃじゃじゃ、怖いよ。停電高圧発生装置、ランデグラフでございます。名前がやばい。ボールを近づけます。怖いよ。10万ボルトぐらい。出ています。ピカチュウ。で、電気には2種類のものがあります。プラスとマイナス。プラスとプラスだったり、マイナスとマイナスだったり、同じ種類の電気っていうのは近づくと離れる、反発するっていう性質があります。で、この反発の力を使って、まあ、電磁浮遊で風船浮かしてみんなでゲームをやってみたいと思います。反発する不思議な静電気を利用した電磁浮遊ゲームに挑戦。初の途中に華麗なパスワーク、チームワークを見せての電磁浮遊ゲーム。面白そう。まず風船電磁浮遊させてみましょうか。お、ランデグラフの電気を与えます。うわー、すごい。青い花見えます？そして入ったの？お、すごい。リボコイルだ。すごい。浮いてる。なんで？これはですね、バンデグラフの電気を風船がもらったから、風船にはマイナスの電気が溜まってます、うん、で、この棒にもマイナスの静電気を起こして おきました。で、マイナスの電気とマイナスの電気が反発してこんな風に浮かべる。魔法みたい。すごい、まあ、これぞまさに電磁浮遊。電磁浮遊だ。すごい、かっこいい。ステルスロックみたいにゴツゴツしたコースの上を二人一組で電磁浮遊している風船を落とさないようにゴールを目指す。さらにで、クイズ AB の2択のクイズ出してもらうんですよ。クイズ出るんだ、ね、はい、この答えと思う方に入れて正解なら見事ゴール。なるほど、正解しなきゃいけないんだ。そうなんです。面白いなこのゲーム。まずは調べる君とマダツボミ坂口君の挑戦。最速でクリアしようぜ。そうしましょう。もう、じゃあクイズ出します、うん、はい、頑張るぞ。よし、ピカチュウは何タイプでしょうか。 A アクタイプ、 B 電気タイプ。なんだよその問題、ちょろいね。ちょろすぎる。よっしゃ、じゃあどうする。なんて？すごいね、元気いっぱいだね。いいところに足を
えてますね。あでも痛そう。えらららら、パッパッパッ。問題。15分チェック。君の心にも虹かけよう。